ンポン。お前はもう死んでいる。なんで疑問系？てか冒頭からえらい物騒やな。どないしたんや。1990X 年、世界はオブラートに包まれた。何気を使われとんねん。海があれ、治療しろ。水は避け、治療しろ。あらゆる生命体は絶滅したかに見えた。だが、バイキンは死滅していなかった。消毒しろ。どうも、ざっくりモヒカン100ハーマンです。お前は今後その名前で生きていくんやな。ああ、なんとなく察しはつくけど、今日はそれ系のテーマなんかな。さすがあかりちゃん、おっしゃる通りです。なので、今日は、そのキャラになりきって過ごしていこうかなと思った次第です。なんと余計な発想力。俺は北斗神拳伝承者、ピン太郎。名前雑魚。兄の名前はジャギーノス。それ違うやつじゃない？一番上の兄ちゃんは、ラオン。ラーメンじゃねえか。差し替えろ。え、じゃあ。何に差し替えてんだ。別にラーメンのブランドが気に入らなかったわけじゃねえんだよ。消せ。北斗の拳といえば？はい。北斗の拳といえば？なんだよ、うるせえな、わかったよ。北斗の拳といえばあれや、あの名台詞。お前はもう知っている？何よ。確かに北斗の拳といえばその名台詞も魅力的ですが、もっと北斗の拳を象徴しているものがあるじゃないですか。せやるか。普通なら満場一致でこれでしょう。どう？肩パッド。せやるか。ババーン。誰こそ北斗の拳の化身である？恥ずかしいからこっち読んな。面白かったらチャンネル登録してな。